いや、あの土の子さ、プロに作ってもらったんだよ、バイト代はたいて。小林さんも俺のこと好きだったとはな。幸せな結婚は絶対にできるんです。富田さんには私からしっかり言っておきますから。どうもボイリッチーでーす。現代のジャパニーズドリームってやつです。どこまでバカなんだよ。おい、お願いします。よくお前んちでみんなで集まってさ、徹夜で漫画描いたよな。いい年して漫画家なるとか夢みたいなこと言って。大丈夫だよ、今回は自信あるから。お前まだやってんの自主映画。いや、まだせえ。皆さんお久しぶりでございます。素敵だね、そういうの。チューする？チェンジあり。婚活はデリヘルと違うんですよ。私あんなの初めて。体の相性だってバッチリなんだから。人生そんな甘くねえっつーの。もう再生回数全然増えてねえじゃねえかよ。いつだったら金返すんだこら。もう30ですよ。命かける？この屋上から飛び降りたいと思います。ずっと言わなきゃって思ってた。ごめん。僕らは常に人生の分かれ道に立っている。